選んでくれよな。一挙やってみっか。ブルーを倒し三つ目のドラゴンボールを見つけた悟空はブルマ、クリリンと別れ次のボールを求めて旅立った。たどり着いた場所、聖地カリンで悟空はレッドリボン軍にさらわれた戦士ボラの息子ウパを救出する。彼らが持っていたボールこそ悟空の祖父の形見通信中であった。喜ぶ悟空のもとへ一本の柱が迫る。新たなる脅威を乗せた一本の柱が。何者だお前は。世界一の殺し屋タオパイパイ。殺し屋がこの聖地カリンに一体何の用だ。こんなところに用はない。用があるのはそこの小僧だ。オラに何の用だ。オラおっちゃんなんか知らねえぞ。レッドリボン軍に依頼されたといえばわかるだろ。ボール拾いの邪魔をするお前を殺すのが仕事の内容だ。レッドリボン？またか、しつけえな。父上、あのお兄さんを助けてあげて。その少年は私の息子の命を救ってくれた。このまま黙って立ち去らぬのなら私が相手になるぞ。バカなやつだ。わざわざ死を選ぶとはな。さあ来い。少しは鍛えてあるつもりのようだな。では遠慮なくこちらから行くぞ。ではないか。
ガキも始末したし、ドラゴンボールとやらも奪い取った。だが多少服が汚れてしまったな。どこかで服を新調しなければ。よくも父上たちを殺したな。お前は殺されなかっただけラッキーだ。もっと喜べ。ハハみたいだけど、きっとこいつも取りに来る。その時にまとめて奪い返してやる。でもあいつむちゃくちゃ強いかな。あんなやつ初めてだ。ねえ悟空さん、かりん島に登ってみない？あの塔の上には力を何倍にもしてくれる水があるって父上が言ってたんだ。よし、じゃあ金トーンで。自分の力で登らなきゃダメだよ。仙人様がちゃんと見てるんだって。そっか、じゃあオラ登ってみる。登ってこれたの。チビのくせに大したスピードじゃ。仙人様どこにいるんだ？わしじゃ。おめえが仙人様？ま、正確に言えば仙病様だがな。ま、か。まあ、ここに力が何倍にもなる水があるんだろう。それ飲みに来たんだ。ああ、調整水じゃな。そこの台の上にあるのが調整水の入った壺じゃ。じゃが、なんでさらに強さを求める？今のままでも十分強かろう。なるほど。ドラゴンボールを集め、ウパの父親を生き返らせるためには、そのタオパイパイという殺し屋にまず勝たねばならんわけか。そんなわけだからさ、この不思議な水もらうぞ。うん、やろう。じゃが、お前に調整水を飲むことができるかな？そんなにまずいんか？別にまずくはない。わしが飲むのを邪魔するだけじゃよ。壺取るんだよ。調整水が欲しかったらわしから壺を取って飲んでみろ。
全然なっとらんの。どれ、もう一度鍛えてやろうかの。オラのドラゴンボールの家と袋、ほりゃ、取ってこい。うわ、どこへ落としてんだ。はよ探してこんと誰かに取られてしまうかもしれんぞ。ほい、
でくれて一丁やってみっか。Oh!
モスター、モスター、と、ありゃ、you
冒険してステージを選んでくれよ。みっちょやってみっか。この野郎、面倒なことさしやがって。最初に登った時は1日近くかかった。ところが今度は往復で3時間ほど。どれほど鍛えられたかわかるか？そういや。ではその効果を試してみるがいい。本物かわかるかな？こっちじゃ、こっちじゃ！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 わかった！誤算じゃ！やつだ。こんな短時間で。飲んでいいんだろ？もちろんじゃ。飲むがよい。あれ？まあ、別にどうってことねえような気すっぞ。そりゃそうじゃろ。調整水はなんてことない、ただの水じゃ。騙してはおらん。お主の力はすでに何倍にもなっておる。塔の上り下りや壺を奪うこと、すべてが修行だったのじゃよ。さあ、下界に降りて修行の成果を試してこい。はあ、ありがとう、カリン様。それにしてもあの小僧、すでに無天老師を超えたかもしれんの。冒険してステージを選んでくれよな。一応やってみっか。悟空を倒した後、汚れた服を新調するために近くの町に滞在していたタオパイパイであったが、本部との通信で4つあるはずのボールを3つしか手に入れていないことを知り、
残りのボールを回収するために聖地カリンへ戻ってきたのだった。小僧、例のボールがまだ一つ残っていたはずだ。出せ。言うもんか。ご情なガキだ。では望み通り殺してやろう。いったのか。ドラゴンボールはオラが持ってる。貴様このタオパイパイのドドンパを食らってよく生きていられたな。懐に入れてたドラゴンボールの鍵で助かったんだ。なるほど、そういうことだったか。運のいいやつめ。しかしお前の運もこれまでだ。奇跡は二度と起こらんぞ。おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいか。俺は渡せねえ。おめえなんかにももうやられねえ。身の程知らずのアンポンタンめ、たった3秒で息の根を止めてやろう。なっ、よかった。なっ、ダオ行くぞ。ガミ、見てろよ。行くぞガミ、行くぞガミ、崩壊させてやるぞ。んでっと、崩壊させてやるぞ。なっ、見てろよ。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 せっかく仕立て直した服を台無しにしようってもう許さんぞ。
それそれ後悔させてやるぞ。それくれ、頼む。この通りだ。もう二度と悪いことはしない。お願いだ、許してくれ。ん？引っかかったな。さらばだ、死ねー。と、あっ、だー。麺はバラバラだったのに、他にドラゴンボール集めてんな。そうか、さてはここがレッドリボンのやつらの家だな。よし、ルパーここで待ってろ。はい、ついでにあいつらみんなやっつけてやる。行くぞ、インターン。欲しいんじゃ。これで良いのか。他、毎度あり。